はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。まったり走行7班の日まったり走行パート2でございます。はい、今ね、大竹から186号線を、走って今度は東方面に行こうと思います。はい、この辺からもうね引き返します。はい、今日はねがっつり走るというよりも CBをまったり流す日っていう感じでね思ってましたので、はい。で、まあこの40年間、まあ今年がねシビコの40歳の誕生日、7月が初年の登録が7月だったのでということで、40歳ということでね、あのバースデーランニングなんですけど、まあ、その40年を振り返ってのお話をねさっきちょっと軽くしたんですが、やっぱりねこういう古いオートバイをね乗るのって、やっぱり手間かかる部分はどうしてもあるんですよ。で、何が手間かかるのって言ったら、もちろんその定期的なオイル交換とかね、そういうメンテナンスも必要なんだけど、なんて言ったらいいんだろう、愛情みんなバイク愛情あるよね。でもそれがね、工具を持つことを嫌がらない愛情これね、やっぱね最低限いると思うわ。もちろん主治医のようなバイク屋さんがあって、そこにもう入り浸ってて月に何回もそこに行ってお金を払って、ここ気になる、あそこ直して、ここ直してっていうのが一番安心なんだけど、お金もかかりはしてもね一番いいんだろうけど、なかなかねその高騰する部品、旧車の部品代とか純正が出ないから他のものを流用して使うとか、加工費がかかったりとか、いろいろやっぱりお金かかるものが多いので、できるだけやっぱり自分でこう小さなメンテナンスはする人が多いと思います。古いバイクはね、そこの手間をね厭わないのがこう長く乗るコツなのかなと思っていて、そして僕の場合の話をね、他の人のことはよくわからないから自分のことを、例に挙げて言いますけど、例えば週に1回、乗ります、乗った後で軽く洗車をしたりメンテナンスをします。で、月に1回こうメンテナンスデーで乗りたくてもメンテナンスデーをしますとかって言って休日を1日潰しますっていうのでも多分動くとは思うんですよ、実際にそういう感じで乗ってきたし。だけど一番バイクがいつも調子良かったのってどういう時かっていうと、毎日触れる環境にバイクがある時なんですよ。どういうことかっていうと、例えばね1日30分1時間でもいいからオートバイに触れる時間がある。これが毎日続いてて、で今週のただ30分じゃ何の整備もできないじゃないですか。簡単なアジャストぐらいしかできなかったりするじゃない。そういうのでも毎日30分バイクに触れる機会があって、で気になるところで整備にかかる時間とかを想定して今度の休みはもうその整備に当てようとかやりながら乗ってる時が一番調子がいいです。どういうことかっていうとね、例えばちょっとしたクラッチレバーの角度とかクラッチの遊びとか、ブレーキのエア抜きとかそういうんでも一回エア抜きしたらなんかもう終わったような気がするんだけど、その後もねなんかねちっちゃな気泡出たりするんですよ。でそれを毎日今日も出るなってやってると全然出なくなるのね。それでそれを一日のメンテナンス全部やろうと思ってやったつもりでもどっかなんか1週間後に出たりとかするの。やっぱねそういうのを毎日ちょっとずつ今日もってやってると全然こうエアがどこにもないよみたいな、
まあ、変な話だけどね。そんな感じ、イメージで、イメージね、イメージ、イメージで、そんなのとか、あと、まあ、1日30分ぐらい、こう、バイク、どこが汚い、汚れてるっていうわけではないのだけれど、軽くメンテナンスをすると、メンテナンスっていうか、まあ、ちょっとした、ウエスで拭くぐらいでもいいんですよ。そうすると、ここのオイル漏れ発見とか、毎日ちょっとずつやってると、本当ちょっとずつ良くなっていくの。で、どうせ乗るのは週に1回しか乗れないじゃないですか。週に1回っていうか週末しか乗れないじゃないですか。例えば僕今の状況で言うと、職場にオートバイ投げてるので、一番セキュリティがいい場所なんで、そこが。なので、その昼休みとかね、バイクの横に、バイクの収めてるところの倉庫に入って、にこう入り浸って30分ほど飯食った後、30分ほどバイクの横でぼーっとスマホとか見てること多いんですよ。寒い季節はね、ちょっと辛いんだけど、寒くない季節なら全然大丈夫だからずっとするんですけど、そうすると目につくじゃない、あちこち、バイクの不具合なところとかで、それはちょっとしたとこなんだけど、直していくよね。例えばこうスロットルのワイヤーの張りとか、そういうのとかも含めて、クラッチの張りとか、あとアクメーターケーブルの緩みとか、そういうのとか、いろいろこう簡単にその時ちょっと10分もあればできるような作業を毎日やってる時が一番調子いいです。これをどっかの休みの日にこうまとめて全部やって、でこれも直し、あれも直しって、気になったところでメモをしておいたとして、やったとしても、なかなかねバイクが単調にならないんですよね。どっかいつもこう不具合を抱えて、まあ我慢できるレベルだから乗ってよみたいな。そうなんですよ、意外とそんな感じでね、毎日触れる環境にあるときが一番、オートバイの調子がいいですね。はい。で、今回っていうか、このコロナの前ぐらいからですけど、たまたまね、その40歳にしてこいつが初めて転んで僕が壊してしまって、で直した時以来ずっとこいつのそばで工具を持ってて、毎日ちょっとずつ昼休みでも気になるところでチェックしたりとかしてたおかげで、今が一番調子いいですよ。変でしょ。それまでもその1年前のこう車検を取って復活させようと思った時の重整備っていうか、毎週休みは全部それに当ててて時よりも、で復活した時よりも今の方が全然調子いいんですよ。ちょこまか微調整してた時の方が調子がいい。はい。これがやっぱり古いバイクが元気でいつまでも走るコツなんじゃないかなって一瞬思ったりしますよね。だから雨のこう、例えばこういうトンネルを走っても先昨日までが雨だったから路面が濡れてじゃないですか、地下水が湧いてるのか垂れてくるのか知んないけど、そういう跳ね返りとかも拭き取ってやるのを週に1回って言っても、なかなかそれはね、休みの日にやろうと思っても嘘になって乗るのが優先されちゃったりとかするんですよね。早めに乗るの切り上げて帰って掃除してから家帰ろうっていう思ってても、結局いっぱい目いっぱいの時間まで乗っちゃったりするので、そういうこう我慢の蓄積が旧車には一番良くないみたいで、じゃあ今日はじゃあ掃除して帰るのって言ったらしないですよ。明日の昼休みとか明後日の昼休みとかに小分けに1週間かにちょっとずつ汚れ取っていくし、そういう地味だけどちっちゃな作業を継続的に繰り返すことが一番調子がいいみたい。乗りやすいですよ今はね。だからほんの些細なことなんだけどね、まあそれがねこう長くこのバイクと接してきて、
たまたま僕はそういうのいじったり、工具持つのが嫌いじゃないからっていうのもあるんだろうけど、元気に40歳を迎えても走ってくれてる理由じゃないかなっていうふうに思ったりします。はい、まあ、もちろん多少の違和感や不具合を抱えても我慢して乗れるんですよね。もうそりゃ30何年も乗ってるから、その辺が目つぶって乗っても壊れることもないし、オイルが漏れても大丈夫大丈夫って乗れるんですけど、気持ちよく乗れるかって言うとそうじゃないよね。うん、そこのね、我慢がね、上手にせずに乗れるようになる。あ、キャンプ場がいっぱい人いるね。そんな感じで、はい、40年が経ちました。はい、このまま行くとね、いつものスパラ館、いつねスパラ館まで行くんですけど、はい、そしてもみの木の方を回って雪地を回って帰ろうと思います。ということで、はい、パート2お話しさせてもらいました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。